が強め。もしも魔法が使えて夢が一つ叶うならば、きっと世界の誰もが幸せになる。涙一粒もなんかそうきっと流すものはいない。希望を悲しみの種はすべて切るだろう。願い事の持ち腐れ、一度きりの魔法なんて、あれもこれも欲が出て声が出なくなってきた。迷ってるうちに黄昏、口だけこうだけなりたいなある日些細なことから争ってる二人がいた。僕は思わず願った、仲良くしてと。僕に探してた通って生きる道、たった一度きりのチャンス、大切な魔法をここで使ったんだ。願い事に悔いはない、自分のためじゃ迷うだけ。叶え、世界中が誰かのため、願えたら一つになれる。微笑みは愛の夜明けだ。怖い。願い事の持ち腐れ、魔法なんか欲しくはない。叶えたい夢つけられたなら幸せ。いい感じ。こんにちは。いやー、来月に今画質は綺麗ですか。小田井里奈さんと歌うね。よし、
画質綺麗なら変な。星何最終の握手どこ申し込めばいい？おすすめを送ったのでぜひ、なんかできんかな次。マジックで書いちゃダメですよ。可愛い系？じゃあ猫になろう。僕は出てる。僕は猫アレルギーだ。テレレ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 テテレテレリン。大阪五分ありがとう。大阪五分好好
テテ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 テ開けたらまるでへへ僕は一人で じゃあ待ち受けにしました。ありがとう。もっと見たいけど落ちます。ありがとう見てくれて。このメイクしてたらどんな顔しててもいい感じ。こういうメイクしてると綺麗な顔なんだなって再確認するよ。本当ですか？こんな顔なのに。よし。コメント読もう。スリルに満ち溢れている。おだいりなちゃんと仲良くなったきっかけは、すいません。劇団四季に出てきそう。ありがとう。劇団四季そう大好き。おだいりなさんと仲良くなったきっかけは、歌うま選抜に選んでいただいて、一回。ランク外コンサートの時に、それで小田里奈さんが優しくて、そこからいつもすれ違うたびに挨拶をさせていただいたりしてくださったりして、そう、それで仲良くっていうか、私が押しかけて仲良くなりました。そう、大好きです。届くかな。君を好きになっちゃってトゥビトゥビトゥビ。本当に好きです。
塚口莉子さんはすごく優しい言い方で、優しい方だし面白い方だし、面白さを学びたいですね。スカバルダさんありがとう。各グループの誰かしらから、どこでもドア。直哉さん、ビルマさんありがとう。やっぱ血は垂らしたいな、口から。これ猫。SNのことこれから勉強していきます。お願いします。ありがとうございます。31日皆さん仮装していきましょう。こんばんは。ルル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 。トロがそろそろこの配信を見始めます。なんで？トロトロトロ、いつ来る？なんかどんな顔してる、どんな顔してる、見てるの、もう見てるの。変な顔しとこうと思ったのに。ポロトロ、トロ。今日一日何をしてたんですか？パールちゃん、パールちゃん、ジョーくんです。ジョーです。パールです。コメントして。本当だ、おもろいって言ってる。パールです。ジョーです。21時から猫になって、一回なんかお化けにになって、そっからくるみ割り人形になって猫になったうちの猫はそんなにダンディーニャンコじゃない。そっか、ジョーです
トロもしよう。これアイシャドウ、アイライン、赤いリップでできますよ。もう見てないの？見てないの？言ったのに。そっか、こんばんは。見て見て、のめろさんありがとう。クロさんフレンド、ヤッホー友達。ハロウィンにお菓子は作りませんね。あとリコアトイートだからか。トロ来なくて大丈夫だよ。来た。アイシャドウ、アイライン、赤いリップでできるから、トロブさんもやってねー。